東雲さん、くず湯です。東雲さんも飲みますか？寝る前に飲むとずっと体がポカポカしてますよ。調子に乗らないでください。ずうずうしい。甘えは禁物です。すごかったな。え、俺もだよ。もしかしてあの瞬間、みんなで同じ宇宙を共有したのかもな。ケンジなら涙流して耐えられるんだろうな。それはな、レアだぜ、レア。うん、それはたまらんな。まったくだ。一番はセリだけどな。しかし考えてみれば、女6人に対して男は2人。また混浴すべきだよな。肌はほんのり桜色。あれあれ、早坂君、そんな隅っこに行かないで。なんてな。胸は平らに限ると思うが。節操なしの間違いだろう。Kはもうそういう気にならねえな。まあ俺にはセリがいますから。ともき、朝だぞ。起きろ。そりゃ俺も同じだ。同情はするけど、さっさと支度せんと天川先輩にどやされたぞ。もたもたしておるか。キャー、痴漢よ、痴漢。誰が痴漢か。さあともき、早く朝ごはんを食べて仕事場に行くんだ。歩きながら着替えればいいじゃない。急げ急げ。ほら、早く食べろ。キャー！あ、ダメだよ、ともちゃん、こんなところで。ともき、
別に見られて減るもんでもないでしょうが。せっかくだから観察会をしましょう。妙に静かだな、ケイ。ケイ？ごちそうさま。僕ちょっと顔洗ってくるね。ケイ、顔が真っ赤だったね。珍しい。そりゃ、いきなり見せられちゃったらね。さあ、ちゃっちゃとご飯を食べなさい、トモキ。モノローグかましておるか。いいから働け。いえ、気のせいなのです。まだ何も言ってないんだけど。お前もソラスケみたいに被害妄想が強くなってきたわね。過ぎたことを蒸し返すのは負け犬の証だぞ。あのさ、今日発売の漫画雑誌があるのよ。下まで降りて買ってきて。お前が徒歩で偉大なる上級生に対して暴言を吐くのはこの口か。行く気になった？だからよ、トモキ、お前の仕事は何だ？違う、私の命令を実行することよ。さあ、ちょうど息抜きにもなるでしょ。さっさと行きなさい。ほら、おだちんもやるから。あれにまともにお使いができるかどうか不安だけど、まあやらせてみるとしよう。北斗！はいはい、私を呼んだか、カグヤ。何をトロトロしてんの？早く仕事に戻れ。おかしいですね。あの人に限ってそんなミスはないと思うのです。そんなことはありません。東雲さん、もう人をからかってばかり。なんだか部長に似てきましたね。
全くです。はい、まずは、あ、あの、その、なんというか、今気づいたんですけど、手順間違ってました。どうやら私が手順を一つ丸々見落としていたようです。すみません、うっかりです。そっちが終わったらこっちを手伝って。仕事が終われば好きなだけ休めるわよ。部長、いくらなんでも東雲さんに働かせすぎです。少しは休憩させてあげてください。過保護は良くないぞ、ソラスケ。でも、東雲さんが働き詰めなのは確かなんですよ。トモキの体力ぐらい、私だって考えてるわよ。そんないい加減な。人の体のことがそんな簡単にわかるわけないじゃないですか。お前こそ、なんでトモキの体のことがわかるわけ？デド！それならいいんですけど。確かにそろそろ休んでもいいかもね。よし、15分休憩。あんまりにもソラスケが必死だからね。けなげだね。どうにも引っかかる言い方ですね。引っかかる言い方をしてるもの。なんだと？それもそうですね。じゃあ、お茶入れます。やってやれないことなんてないのよ。はあ、疲れすぎて声が。だらしない、これくらいの労働で。
そうね。ひゅー、もう動きたくないのです。オクトさんも頑張ってくれましたね。予想外の働きだな。うん。誇らしいでしょ。大げさなやつ。そうだな、木枯らし木枯らし、寒い風が吹きつける。そろそろ戻らないと風邪ひいちゃいますね。よし、今日はこれで上がり。さっさと帰って風呂で汗を流して温まろう。いや、前に買ったんだ。ありましたよ。うわ、ほこり払った方がいいよ。はい、買ったっきり物置に入ったままになってましたからね。どこぞのおバカが強引に買ったくせに、二人じゃつまらないかとか言いやがったのです。誰だそれ。お前だ。ドイツじゃボードゲームがすごく人気あるんだったね。こっちでいうパソゲーとかテレビゲームみたいなもんかね。なんかドイツって感じするね。お、ちょうどいい。盗賊こっちに移すぞ。そこなの？いや、そこの資源が回るとお前もうすぐ年が経っちまうからな。ナイスです。次は6だ。資源出る人。私だ。レンガを2枚。私もです。1枚ですけど。なかなか道路も作れないよ。俺は大陸横断道路を作ってみせるぜ。その隙に道路作って家建てちゃおう。そこは私が狙ってたのに。次は誰だ。さっさとサイコロを振れ。それにこのゲーム面白いね。確かに買った甲斐がありました。ほら、よかったじゃないか。結果論ではしゃぐんじゃありませんよ、このアマ。
もう一度やるぞ。さすがに疲れました。私はもう一回やってもいいな。僕はどっちでも。じゃあもう一戦だ。さあ始めるわよ。あれ、なんかさ、人数が足りなくない？ん？探しに行くぞ。どういうつもりなんでしょうね、お二人は。やれやれ。どこに潜んでるかわからないからな。足音を立てるなよ。好きだよ、セリー。うん、リョータ、私も。リョータ。寒くないか？平気。リョータの体、あったかいから。お前も、あったかいよ。そこまでだ。はい。ゲームしてたんじゃないのか。新しく始めるところだったんだが、妙に人が少ないのに気づきまして。ちょうど二人がいないじゃない。だから探しに来たんだよね。困るね、教師自ら風紀を乱して。見せつけてくれるね。合いびきは豚と牛の味がするです。さて、この場はどうしてやろうか。先輩、見逃してくださいよ。私は別に構わんが、どうする？というわけで、お前たち、明日食事抜き。もちろん、今まで通り別々に寝ること。はい、行きましょうね。りょうたー、セリー、セリー。セリー、セリー、セリー。おや、トモキ。うん、さっぱりしただろ。今日はだいぶ進んだな。
ところで、トモキ、疲れてないか？疲れてないかと聞いたんだ。ひょっとしてってなんだ？質問に答えろ。そうか。いやほら、ソラスケが昼間にあんなことを言っていたから。一応だ、一応。今お前にいなくなられると困るからな。アホタレ、私はもう寝る。おやすみ。起きましたか、しののめさん。まったく、ようやくか。ともちゃんはお寝坊さんだからね。ようやく気づいたか、このバカ者。今が何時だと思ってるんだ。ほら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 。おかしな声を上げても無駄です。このお寝坊さんめ。いやほら、俺は昨日は。お前も食事抜きだ。さあみんな行こうよ。お腹が空きましたからね。朝から運動したからな。今朝はね、ふわふわ卵焼きだよ。ごめんね、しののめくん。さあ行こうぜ、セリー。ごはん。妙に元気ですね。朝ごはん抜かれたからもっと弱ってるかと心配して損しちゃいました。
から元気でごまかしてるわけですね。そうなんですか。ほう、反省の色がない。